科学堂へようこそ。当店では皆様の暮らしの中からメニューを一つ選んでいただき、それを支える科学のレシピを楽しんでいただくことになっております。遅いなあ、まったく。待ち合わせの時間とっくに過ぎてんだろ。うん、すまないね翔太郎くん、ほんとまったくしょうがないね。目覚まし時計が壊れてならなかったの、ごめんね。でも困ったな、壊れちゃったのかな。ねえおじいちゃん、直してくれる？どれ、どこが壊れてるのかな。まさか。プラスとマイナス、ほら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 、よいしょ、ほら電池がなくなってただけじゃ。治ったやっぱりね。そんなことか。しょうがないじゃない、電池って中身が見えないんだもの。どれくらい入ってるかなんて分かるわけないでしょ。その通り。でも何でもかんでも電池が入ってるね。もうこの世に電池ってものがなかったらいろんなものが動かなくなってしまうな。あ、そうだ、今日は遊びに行くのをやめておじいちゃんに電池について教えてもらおう。そうね、面白そう。おじいちゃん教えて。よし、そうするか。うん、ではね、まず電池から電気が出てくる仕組みを説明しよう。ここにね、ほら、電解液として濃い食塩水をビーカーの中に入れて用意する。はい、その中に、これは銅板を入れます。それで次に亜鉛板を入れます。はい、こっちにも銅板を入れて亜鉛板を入れまして、これを銅線でつなぎます。今ここでは亜鉛板から銅板へと電子が移動しています。電流が流れます。すごいね。この時見えない世界では何が起きてんのかな。亜鉛板と銅板を濃い食塩水につけます。このような電気を流しやすい液体や物質を電解液あるいは電解質と呼びます。この電解液につけた亜鉛板と銅板を銅線でつなぐと、まず亜鉛板で電子が発生します。亜鉛板では亜鉛が溶けた分だけ電子の数が増えていきます。そして銅線を通ってプラス側の銅板へと移動します。電子には多いところから少ないところへと移動していく性質があるからです。その亜鉛板から移動してきた電子は銅板でイオンとくっついてガスとなり放出されます。このように電子が消費されるとまた亜鉛板から電子が移動していき、次々に電子の移動が起こります。それによって電子の流れと反対に電流が流れて電気エネルギーが生まれます。ほら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 、電気は見えないけどちゃんと電気は起きてるだろう。スイスの心理学者ズルツァーは1750年に2種類の金属の組み合わせに自分の舌を触れさせ
特有の刺激を感じたことを機会に、電気化学反応が発生していると考え、電気が得られることを発見したのです。一方、イタリアの物理学者であるボルタによって1800年に発明されたボルタの電帯をご紹介しましょう。ボルタの実験は、2枚の金属片で塩水で濡らした紙を挟み、この電池をたくさんつなげ合わせて高い電圧の電池を作ることに成功しました。ということでね、今度は果物を使って実験してみよう。はい、キウイ、これを半分に切ります。半分に切って、ちょっと支えてくれる、この中に金属片を差し込みます。銅板、これは亜鉛板、はい、銅板、また亜鉛板、それでこれで銅線でつないでますね。これで何が起きるか、ここにまずマイナス極をつなぎます。これでプラス極をピッ、あるあるある、電気があるね。果物も電池になるんだね。そうなんだな。でもね、これは電圧が低すぎてね、使い物にならないんだけどね。でも一応これを果物電池って言ってるんだ。もっと古い話をすると、世界最古の電池と言われているのがバグダッド電池です。こんな風な構造をした壺なのですが、約 0.8 ボルトくらいの電圧だったようです。装飾品のメッキなどに使われていたと考えられています。どうだい、知らなかったろ。いつも使ってる電池にこんな秘密があったなんて。電池ってそんな昔からあったんだね。うん、もう50年くらい前の話だけどね。あの頃使ってたバッテリーね、あー、まあもちろん液体電池なんだけどね、バッテリー液がね、こう すぐに減っちゃうんだな。でもね、あんまり減るとね、スパークしてね、中に溜まってるガスに引火して破裂したりするんだよ。小さくて持ち運びは便利になったよね。うん、そうだね。今では車のバッテリーも随分と性能良くなってね、大きさも半分以下になったな。うん、それでね、これいつも使ってる乾電池、実はね、これね、日本人の発明なんだよ。八重崎蔵は明治24年1891年に連続電気時計を作り上げましたが、これは動力源として液体電池を使っていたため、機能を維持するのに手間がかかり、不便で不経済だったので人気がありませんでした。そこでその欠点を克服するものとして考えたのが、いわゆる乾電池だったのです。その乾電池は万国博覧会に出品され、帝国大学理学部の地震計にも採用されて注目の的となりました。てなことで登場したこの乾電池もね、その後いろいろと改良を重ねられてね、みんなに使われるようになったんだ。この乾電池ね、さっきの実験のやつと違ってね、電解質に液体使ってないんだな。ところがね、この車のバッテリーはね、逆に言うとね、液体の電解質を使ってるんだ。うん、それとね、この電池ね、放電だけ行うもの、これをね、一時電池、ここのところ増えてきたね、これがね、充電のできる電池、これを二次電池と呼んでるんだ。うん、この他にもね、電池にはいろいろあるんだよ。また近年、日本のメーカーによりたくさんの種類の電池が開発され、ますます高い技術力により高性能化が進む電池ですが、皆さんはこの身近な電池についてどのくらいご存知でしょうか。ようこそ松下電池工業へ。ここ松下幸之助記念館では、電池の歴史について展示をしております。それでは今から電池について詳しく見ていきましょう。
電池にはたくさん種類があります。細かく分けていくと約4000種類もあります。その中でも一番歴史が古く世界的によく使われているのがこのマンガン乾電池になります。このマンガン乾電池にはプラス極材料に二酸化マンガンが使われていることからマンガン乾電池と言われております。続きましてこのアルカリ乾電池は約40年前に誕生した電池になります。また皆さんが一番よく使われている電池がこのアルカリ乾電池だと思います。このアルカリ乾電池には電解質にアルカリ溶液を使っていることからアルカリ乾電池と呼ばれています。続きましてこれはリチウム電池といいまして、マイナス極にリチウム合金を使われていることよりリチウム電池と言われます。このリチウム電池にはコイン型のタイプと円筒タイプ2つあります。このリチウム電池は高電圧でとても軽い電池でいろんなところで使われています。電池には2タイプありまして、充電ができない使い切りの電池を一次電池、充電すれば繰り返し使える電池を二次電池と言います。これは充電式電池と言いまして、こちらのニッケル水素電池はヘッドホンステレオや MD プレイヤーなどによく使われています。また一方こちらのリチウムイオン電池は携帯電話などによく使われています。これらは新しいタイプのもので、いずれも充電ができる二次電池です。そして2004年の春に新たに登場したのがオキシライド乾電池。プラス極の材料としてオキシ水酸化ニッケルを採用し、これまでのアルカリ乾電池に比べて 1.5 倍のパワーアップと長持ちを実現しています。この電池メーカーではこうした電池に関する展示設備だけでなく、見て触れて楽しみながら電池について学べるショールームや手作り乾電池教室も開かれています。用意された材料を使って自分の手で乾電池を組み立ててみると、一層電池のことを理解できます。しかもこの自分で作ったオリジナルの乾電池は記念としてそのまま持ち帰ることができます。さて電池といえば最近話題になっているのがキャパシタだ。二人とも知ってるかな？知らない。なんで話題になってるの？やっぱり性能がいいってこと？うん、性能が向上してね、注目されるようになったのは最近のことなんだけどね。このキャパシタはね、急速な充電と放電ができるんだな。うん、ところがね、基本構造っていうのはね、極めて簡単なんだ。ちょっと作ってみるか？材料はね、台所にあるアルミ箔、それとラップなんだ。うん、ちょっとやってみよう。本当にそんな材料で作れるの？うわー、ね、ラップをこのようにしてね、仕組んだな。はい、ハサミ。それで、それからね、はい、それからアルミ箔を重ねる。アルミ箔を重ねてちょっとね、前もってここに取り付けとくんだな。電圧測ってね、こうやっといて、それでまたラップをこのようにしてかぶせます。とまたアルミ箔を、はい、乗っけます。それでね、今度ね、こうね、はい、それからはい、またラップだ。はい、それでね、最後にまたラップをかぶせます。はい、これで、はい、これでぐるぐる巻きにしてください。なんか電池っていうよりお料理みたいね。はい、
よし、できた。よお、完成。よし、それじゃね、出来上がったお手製のキャパシタに電池から充電してみよう。まずね、これをこうつないでね、こっちはこっちにつなぎまして、これにね、電池からこれがプラス、これがマイナスと、これでね、ちょっとしばらく充電しようね。はい、充電できたかな。はい、できました。それじゃあね、今度はね、図を測りますよ。はい、つなげました。はい、行きます。はい、わあ、すごい。これでも電池なんだね。そうなんだね。これはね、いわゆるね、フィルムコンデンサっていうんだけどね、比較的ね、電圧が低いね。でもね、電解コンデンサー、電気二重層コンデンサー呼ばれるね、非常に容量の大きなキャパシタもあるんだ。またね、材料となる炭素の微細化によってね、急激な大容量化が進んでるんだな。これはですね、電極の表面ですね、電気をくっつけるということで電気を蓄えてます。で、どういうふうな特徴があるのかということですけれども、電池の場合は化学の反応を利用すると、実はたくさん電気を貯めるというにはすごく適してるんですね。で、ところがその代わりですね、なんか充電放電、電気を出したり入れたりするのがそれほど早くないと。たくさん貯められるんだけれども、電気を出したり入れたりするのはあまり早くないという、そういう性質を持ってます。で、それに比べてですね、キャパシタの方はこれ電気を電極の表面にくっつけるというこういう原理はすごく単純なんですね。で、実は電池に比べて電気を貯める量は少し劣ります、少し負けますけれども、早く充電放電、早く電気を出したり入れたりするというのはキャパシタの方が実は電池よりも得意なんです。じゃあ、その電池とキャパシタの特徴をよく示すことができるこういう模型があるんですけれども、ここに電池があります。これは直列ですから、これ1つ 1.5 ボルトで、直列なんで3ボルトですね。で、こちら側にキャパシタというのがついてます。で、これはですね、特にたくさん電気を貯めることのできるキャパシタの一つなんですけれども、電気二重層キャパシタと呼ばれるものがついてます。で、今からちょっと実験をやってみますけれども、まずですね、ここを、こちら側に倒して充電ってやってやりますと、まず電池からこのキャパシタに電気が移ります。で、こちら側に倒してやればですね、この貯めた電気を貯めたキャパシタがモーターを回す、こちらの方に、切り替わります。まずですね、充電ですけれども、電池からキャパシタに電気を移します。で、ちょっとだけやってみましょう。これだけですね、非常に短い時間、今電池からキャパシタに電気を移しました。で、今度はこちら側に倒してキャパシタから電気をモーターに流してみましょう。キャパシタ、これはキャパシタの特徴で、電池からですね、素早く電気を受け取ってですね、それで、このような非常に長いこと仕事ができると、そういう特徴がこれを見て分かると思います。まあ、今は発電といえば火力発電、あるいは水力発電や原子力発電がありますけれども、まあ、これから の環境を守る社会では、自然のエネルギーを利用した発電というのが非常に注目されつつありますね。例えば風の力を利用した風力発電、太陽の光を利用した太陽光発電などですけれども、その新しい発電システムの特徴っていうのはですね、従来の発電と違ってですね、すごく発電する電気が変化しやすいんですね。で、それは考えてみたら分かる通り、風力っていうのは風の力ですから、一日の中でも風の力は非常に変化します。太陽の光もそうですね、一日の中で非常に変化が激しいです。
でそういったところから発電してくる電気というのはすごく強くなったり弱くなったり変化が激しいわけですから、それを受け入れる電気を貯めるシステムというのは非常に原理が簡単でですね、そういった変化する電気にちゃんと追いついてくれる、そういった変化に柔軟に対応できる、そういったシステムが必要になってきます。でもともとキャパシタというのは非常に原理が動く原理が簡単ですから、そういった変化する電気の量に非常についていきやすいんですね。でそういった用途でキャパシタがどんどん社会の中で生かされていくんではないかと、そのように考えられます。そしてね、電池にはまだまだいろいろあるんだよ。一体何をやってるの？パソコンが枯れるといけないからお水をやってんのさ。パソコンってやっぱり生き物だったんだ。お母さんよくパソコンに怒ってるし嘘だよ。これはね、電池の燃料のメタノールなんだ。これはね、今まで紹介してきた電池とは随分違うだろ。こいつはね、発電能力がすごいんだ。大容量のキャパシタにね、大きな発電力の燃料電池を組み合わせることによってね、とってもコンパクトでね、大きな力が出せるんだ。それでね、自動車まで動かせるんだな。それがガソリンやディーゼル自動車に代わる実用タイプの電気自動車を実現させたんだ。ハイブリッドカーってやつ？あれはガソリンと電気の両方を使って動くんだよ。電気自動車が電気だけで動くんだよ。よし、その通りだな。ところで電池に話を戻すけどね、電池には大きく分けて2種類や。これら乾電池などに代表される化学反応を利用する化学電池、この燃料電池もその仲間だね。また太陽電池のように物理現象を利用した物理電池っていうのがあるんだ。中でも燃料電池は今よく話題になってるよね。燃料電池って皆さんも聞いたことがありますよね。燃料電池の利用は1965年アメリカの宇宙開発計画から始まり、その後90年代から自動車への利用が研究されるようになりました。さてその燃料電池ですが、原理はそんなに難しいものではありません。燃料電池とは中学の授業で実験を行う水の電気分解と逆の反応を利用したものです。つまり実験では水に電気を加えて酸素と水素に分解するのが、燃料電池は水素と酸素を反応させて電気を取り出します。実際には天然ガス、石油、メタノールなどから水素や一酸化炭素を取り出し、それを反応させて直接電気を取り出しています。こちらに固体高分子型燃料電池の一番重要な部分があります。こちらに今ご紹介しました燃料電池と同じものが入っております。こちらから水素、こちらから酸素を送ってあげます。そしてスイッチを入れますと、このようにモーターが回り始めました。今こちらから水素が来て、こちらから酸素が来て、この燃料電池上で化学反応が起こって、まさに電気ができているわけです。こちらが家庭用燃料電池システムです。この燃料電池システムは1キロワットの電気を発電することができます。この燃料電池システムで家庭の約6割の電気を賄うことができます。この燃料電池の中には先ほど紹介しました燃料電池が入っているわけですが、燃料電池は水素と酸素で電気を作ることをご説明しました。酸素は空気中の酸素を使うことができます。では水素はどうすればいいでしょうか。この燃料電池システムは都市ガスを原料に使っています。
都市ガスの主成分はメタン CH4 ですが、このメタンをこちらにあります燃料処理装置、これを使って水素に変換してあげます。その水素を使って燃料電池で電気を作るわけです。これまでの燃やして使う化石燃料と異なり、直接電気に変換するので排気ガスなども発生しない、とてもクリーンな発電システムとして注目を集めています。そして今ではパソコン用や携帯電話用の小型燃料電池も登場しています。一方、物理電池で最も馴染みがあるのが太陽電池。電池と呼ばれていますが、電気を貯めておくことはできません。太陽電池の原理が発見されたのは1839年。その発電原理は、発電といってもこれまでの水力発電や火力発電とは違って、半導体という特殊な素材に光が入射したとき発生する光電効果というものを利用して光を電気に変換します。電気の元となる太陽光線のエネルギーはほぼ1平方メートルあたり1キロワット。しかし太陽電池は 100% 電気に変換することはできません。70年代の頃は人工衛星や電卓などの小型機器に使われていましたが、最近は補助電源として屋根や野外設備にも使用されるようになりました。太陽電池で現在主流となっているのは結晶ケイ素というものを使ったもので、光を電気に変える変換効率が 20% を超えるくらいです。しかし耐久性があり、寿命も20年以上あるので、屋根などの野外でも使用されています。現在性質の異なる太陽電池を重ねることによる高性能化が図られ、3層構造でそれぞれ異なる波長の光を変換して 30% を超える変換効率が得られる太陽電池、紫外線で発電できる半透明の太陽電池などが登場。また50% 近い変換効率のものまで研究が始まっています。石油や天然ガスはいずれなくなるし、このまま公害問題が重なっていくと、地球環境は取り返しのないほど壊されてしまって、生物みんな消えてしまうな。そういうことになったら寂しいよね。それで今いろいろな発電方法や電池が注目されているんだね。そうだね。この電池技術の発展はね、今ある社会や生活を一変させてしまうほどの大きな波となってるんだ。17世紀に起こった産業革命以上の転換が今間近に迫ってるってことだな。これからもなんかきっとうまくいきそうな気がするな。私うまくいかなきゃ、じゃなきゃ困るじゃん。うん、クリーンで持続可能なエネルギーの確保っていうのは難しいことなんだけどね、こうした電池をはじめとするいろんな技術の革新によってきっとうまくいくんじゃないかな。おじいちゃんもそんな気がしてきたよ。